よし、どうかな。映像が今ちゃんと流れてますかね。音声は流れてないけど大丈夫だよな。映像さえ出ているようならやっていきましょうかね。あ、どうも、流れさん、どうもこんばんは。ね、今日から、チョコボの不思議なダンジョン、時忘れの迷宮ですね。やっていきます。前回までは FF10 の、配信ですね、全24回ぐらいで完結しまして、その次にね、チョコボの不思議なダンジョン、今回からやっていきます。どうもこんばんは。ね、皆さんどうもこんばんは。Wii のゲームなんですよね。結構出たのは前のゲームではあるんですけど、以前にもね、ちょこっと紹介した通り、歴代のファイナルファンタジーの BGM がね、いろいろアレンジされていて、音楽面の評価が特に高いゲームですのでですね、なるべく音楽とかの面にも注目しつつですね、どういったゲームで、どういうところが面白いのかっていうのを見ていただけたらいいかなと思います。前置きは短めにして、もう早速やっていきましょうかね。ゲームの音量がどうだろう、小さいのかな。ちょっと配信ご覧になっていてですね、音量小さすぎるとか逆に大きすぎるっていうのがありましたら、教えていただければね、随時調整しながらやっていきますので、よろしくお願いいたしますね。スクエニ、スクエニゲーよくやりますよね、自分は。オープニングの映像はちょっと飛ばしましょうね。同じ映像多分2回続けて見ることになってしまいますので。はい、というわけで改めてチョコボの不思議なダンジョン、時忘れの迷宮ですね。2007年発売されたゲーム、11年前ですかね。とりあえずやりましょう。ゲームの音声がちょっと小さいかな。オープニングはちょっとおとなしめの曲ですけれどもね。すでにデータが2つほど作られているので、まだ作ってない3番目のファイルで、ね、配信はやっていきましょうかね。ミスターシムさん、初代しかやったことがない。初代もだいぶ前に配信でやりましたかね。初代と2やって、チョコボシリーズ配信でやるのはこれが3本目になるのかな。初代とか2とは何て言うでしょう、話はつながってないですね。全く見た目は同じチョコボが主人公ですけど、なんというか設定とかは全然違いますので、これより前のチョコボシリーズやってない人でも大体は話の内容はつかめると思います。一応DS で出た魔法の絵本っていう、チョコボシリーズのゲームと、ね、登場人物とか同じなんですけど、それ知らなくても楽しめるんじゃないかな。とりあえず新しいデータ作りましょうかね。クラシックコントローラーでやるので横持ちでとりあえずやりましょうか。ちょっとまたオープニング中はマイクとか切っときますね。着いたぞ、チョコボ。ここが砂漠の塔。長年探し求めてきた秘宝、大いなる力が眠ってるって噂の場所だ。俺はこいつが飛空艇を作るための重要な鍵になると睨んでるんだ。なあ、チョコボ。もしかするとこの秘宝の力でお前空を飛べるようになっちゃうかもしれないぞ。興奮しすぎだ、チョコボ。
気持ちはわかるが、慎重にな。さあ、行こうぜ。冒険の始まりだ。っていうわけでね、シドさんとチョコボですね、まあ、主人公チョコボね、今回も頑張っていきます。 BGM がいきなり FF3 のクリスタルタワーなんですよね。テンションもぶち上がりますね。まあ、とりあえず基本は他のローグ系と同じですね。ダンジョンの中を進んでいく。ここはまさか不思議なダンジョン。うん、そうだよ、タイトルにもあります。入るたびに形が変わる厄介なダンジョン。ここは気を引き締めていこうぜ。おっす、うん、3D、 そうですね。どうした？チョコボシリーズのダンジョンはまあ 2D だったかな。腹減った。お、ちょうどいいところにギサールの野菜があるぞ。チョコボ、お前の大好物だったろ、食っていいぜ。お、いただきましょうか。アイテム拾うっていうのはまあ他のダンジョン系と同じですかね。まあ、あのこれまではチョコボシリーズ木の実とかで元気を回復してましたけど、今作はまあ野菜食べて。よし、先を急ごう。よし、尺の都合もありますからね。しばらく歩いてると右上のね、今 98% となってる満腹度がなくなっていって、まあ 0% になっていくともう HP まで減っていくので、こまめにね、食べ物は食べないといけない。見ろよ、こんなところに爪と蔵があるぞ。なかなか幸先いいな。うん、お前も知っての通り、爪は攻撃力、蔵は防御力を高めてくれる重要なアイテムだ。そうだ、一つ大事なことを思い出した。不思議なダンジョンの中でもしお前が傷つき倒れてしまった場合、手に入れた全てのアイテムを一瞬にして失ってしまうんだ。重要なことだから覚えておくんだぞ。ただ一つだけ例外がある。しっかりと装備しているアイテムだけは絶対に失うことがない。ちょうどいい、ここで装備しておけよ。装備方法はわかるな。説明書にも書いてあった。まあ、装備が爪と蔵っていうのはこれまでのチョコボシリーズと同じですかね。武器が爪、まあ、防具が蔵ですね。俺の勘で言うと、お宝はすぐそこだ。チョコボ、先に行ってるぜ。なかなか一緒には動いてくれないんですね。錆びた爪と蔵ないよりはマシか。攻撃力とか1しか上がりませんね。まあ、とりあえず素っ裸いるよね、マシですので装備しとこう。やっぱりな、お宝ってのはこういう罠に守られてるもんだ。踏むとダメージを食らう罠や行動が制限される罠、種類はいろいろあるが、ま、要するに引っかからなきゃいいわけだ。よっと、まあこんな風に斜め移動をすれば楽勝だ。チョコボ、お前もやってみろよ。斜め操作難しいもんね。どうした、お前らしくないな。久しぶりの冒険で体がなまっちまってるのか。罠に乗ってしまうとバナが発動、中には見えないものもあって、まあそれは空振りすると発見できる、うん、おなじみの仕掛けというか、斜めに押せば斜め移動ができる、まあ、R ボタンを押しっぱなしなら斜め移動しかできない操作モードにもなると。斜め移動は冒険の基本だからな、しっかり練習して勘を取り戻しておけよ。さあ行こうぜ。斜め移動なかなか子供の頃とかは慣れませんでしたけどね。見えない罠があった。しまった、罠だ。気をつけろチョコボ、敵が現れたぞ。単性の戦闘ですね。これはまあチョコボの2とかとほぼ同じか。ゲージ性とかじゃなくなりましたね。慌てずにじっくり考えて行動しろよ。相手の先を読んで動けば戦闘はぐっと楽になる。
1マス離れた場所に敵がいるときは空振りして、まあ、誘い込めば先制攻撃もできると。まあ基本ですかね。おい、地味な殴り合いですけど、ジョブポイントっていうのは後々解説が入るかな。まあいいや。ちまだ嫌がったか。チョコボ、2対1は不利だ。通路に逃げ込んで戦え。いくらお前が強くても複数の敵に囲まれたら戦いは一気に不利になる。通路で戦うのが基本だ。アニメートの店長みたいな声、シドさん。まあ、シドさんの声は三木真一郎さんですね。 FF6 のエドガーとか、まあ、その辺のキャラクターと同じ人ですね。今作のシドさん若いですよね。ポーションとりあえず拾ったんで持ってっとこう。うん、黒い。気をつけろチョコボ、今までの敵よりも強そうだぜ。うん、アビリティについて、うん、SP、まあ、満腹度の隣の青いゲージですかね、を使用費すると、まあ、アビリティが使える。すっぴんだとチョコボキックができるので、まあ、それを使えと。手強い相手にはアビリティを使うんだ。お前の得意技チョコボキックを見せてやれ。うん、見たけりゃ見せてやるよ。黒塗りのコウモリ、黒塗りのコウモリに激突してしまう。チョコボキック SP を1消費して、うん、ちょっと強めのダメージ、よいしょい。普通に蹴るよりは強いですかね。まあまだチョコボレベルも低いし、威力はね本当に普通に蹴るよりマシな感じですけど、うん、とりあえずレベルも上がったし、まあこのまま進みましょうかね。さすがこの俺の相棒だ。それにしてもこんなところにまでモンスターがいるとはな。チョコボ、お前がいてくれて助かったぜ。さあお宝はこの奥だ。今のところシドさんは解説しかやってないけどね。まあ主役はチョコボですから頑張りましょう。トレジャーハンターさんたち。イルマ、それにボルグ。あなたがさっき嬉しそうに話していた大いなる力、私がいただいておくわ。私は今生きているのかな。答えはいつもいつもただ私のそばをすり抜け消えてゆく。優しさには優しさが生まれて、悲しみそれが
たたち何者ですか。噴水からお相手出てきたなんて。うわ、相手出てきたってんな棒フラみたいな言い方。それにしてもここはどこなんだ。あんたこそ何者なんだ。これは失礼しました。私はこの町の市長ゲイルと言います。俺はシド、トレジャーハンターだ。そしてこいつが相棒のチョコボ。俺たち砂漠の塔を探索しているうちにこんなところに迷い込んじまったんだ。砂漠？塔？おかしなことをおっしゃいますね。この地方は昔からビレと呼ばれております。ご覧の通り水と緑に恵まれた素晴らしい場所です。そしてそのビレの中央にあるのがこの時忘れの町です。砂漠などどこにもありませんし、塔だってこの時計塔しかありませんよ。ビレ、時忘れの町。やっぱり俺たち別の世界に飛ばされちまったみたいだな。過去のことなどさして重要ではないのです。お二人がどこから来たのかも興味はありません。それよりも今が大事です。今お二人は久しぶりにこの町にいらしたお客様です。私も市長として歓迎いたしますよ。二人だって。そういえばイルマとボルグ、あいつらどこに行っちまったんだ。やられた。大いなる力を持ち逃げされた。くそ、あの女いつも俺たちの邪魔しやがる。今度会った時はきっちり決着を。あの時計塔から聞こえてくるのか。ん？俺ここで何してたんだっけ。ていうかお前誰だ。時忘れの鐘が鳴ったようですね。でも安心してください。忘れてしまったことは必要のないこと。あなたの名前もここで何をしていたのかもさして重要な問題ではないのです。そうさ、忘れよう。嫌なこと全部。そうです、忘却こそが未来への片道切符。そうよ、忘れましょう。怒りも恐れも憎しみも。忘れればみんな笑顔になれる。忘れればみんな幸せになれる。忘れればみんな仲良くなれる。忘れればみんな平和になれる。なんだこいつら。そうです、忘却こそが美徳なのです。使わない記憶をいつまでも抱え込んでいるから人は身軽になれないのです。待って、ちょっと待って。私はシロマン、あなたたちを助けに来たわ。助ける？シロマ、ずいぶん人聞きの悪いことを言いますね。私たちはただ忘れることの素晴らしさを分かってもらおうと。
人の記憶を盗むなんて泥棒と一緒よ。シロマ、前にも話した通り、あれは私たちがやっているわけではなく、時忘れの金が。さあ、行きましょう。この町の人たち、みんなおかしいのよ。おかしいとは何ですか。シロマ、忘却こそが美徳だと何度言ったら。ゲール市長、私には忘れたくない大切な思い出があるの。それは単なる執着です。執着する心が争いを生むのです。今からでも遅くはありません。シロマ、何もかも忘れて、この時忘れの町で暮らしましょう。鐘が鳴る前に、早く。シロマ、ここはステラ牧場。緑がいっぱいでいいところでしょ。今は私とステラおばさんが二人で暮らしているわ。ここまで来ればもう安心。鐘の音も聞こえないわよ。ありがとう、シロマ。俺たち、あれ、何言おうとしてたんだっけ。ダメ、無理に思い出そうとすると余計に頭が痛くなるわよ。落ち着いて、気持ちを楽に。私今あの人たちと同じようなこと言ってる。くそ。うちで休んだ方がいいわ。こっちよ。連れの人、ぐっすり眠ったよ。よっぽど疲れてたんだね。シロマから聞いたよ。私はステラ。ここで牧場をやってるんだ。いろいろありがとうって言ってるわ。なるほどね。それにしてもシロマ、あんたいつからチョコボの言葉がわかるようになったんだい。それが不思議なの。この子の目を見てると、なんとなく伝わってくるっていうか。私には全然わかんないけどね。まあいいさ。それじゃあこの子に聞いておくれ。どこから来て、ここで何をするつもりなんだいってね。別に私チョコボ語を話せるわけじゃないわよ。キューとか言えば通じるんじゃないかい。そうかな。それじゃあ行ってみるわよ。キュー。別にこっちの言葉はチョコボ語じゃなくても大体わかるんだって。だったら早く言いなさいよね。キューとか声出してちょっと恥ずかしかったじゃない。謝んなくてもいいけどさ。あの人、シドさんとチョコボはトレジャーハンターなんですって。お宝を探し求めて世界中を旅して回っているらしいわ。だったらあの子のことを何か知ってるかもしれないね。そうよね。じゃあ聞いてみるわ。ねえチョコボ、
私のお姉ちゃんを知らない？ずっと行方不明なの。美人で優しくて大好きなお姉ちゃん。特徴は、あれ？思い出せなくなってる。どうして？どうしてなのよ。私また大切な思い出を盗まれちゃったの？きっとまた時忘れの金が。あの金には気をつけた方がいいよ。大切なことをどんどん忘れちまうからね。あれ、そういえばシロマ、あんた杖はどうしたんだ？いつも背中に背負ってる。ない。大変。きっと町に忘れてきちゃったんだわ。ねえステラおばさん、私取りに行ってくる。というわけで、ようやくね、あの長いイベントシーンが終わりまして、すいませんね、いろいろコメントいただいてたけど、マイクはね、ちょっと切っておきました。うん。まあ、シドさんもね、町にあった時忘れのお金で記憶をなくしてしまって、まあ、そこにシロマが助けに来たって感じですね。シロマ、あざとい、うん、かわいい。声が平野綾さんですね。春日。うん。あの村も村っていうか、時忘れの町ですかね。結構怪しい、怪しいなんか宗教団体っぽい人たちがね、住んでいましたけど、まあこれからどうなっていくのか、ね。チョコボレーシングとかチョコボスタリオンとか、チョコボ推しの時期がありましたね。チョコボコレクション、自分もやってました。ダイスでチョコボとか好きだったな。白も追いかけてくれないか。まあ杖をなくしちゃったらしいですからね。うん、ドキがムネムネする。シドさんのことはとりあえずステラおばさんに任せておこうか。相棒なのに名前つけてないってね。もう名前が、そう、初代はねプーレっていう名前がついていましたけどね。まあチョコボ、この子はそのまんまチョコボっていう名前で、うん、シドさんは寝ている。ダンジョン入門、上巻、うん、ダンジョンヒーロー X、うん、これからモグじゃなかった、モーグリだ、モーグリが書いたやつだ。まあここはさっきのチュートリアルみたいなところで聞いたような話ですからね、おさらい的な意味で読めるようですけども。まあ、ここの場面に移るまでね、いろいろ BGM 流れましたけど、ほとんどが、うん、主題歌以外、ほぼ全部、FF シリーズのアレンジですよね。今流れてるのも、FF4 の曲ですし。うん、ドル君。おいらドル君。ついに喋った。今まで喋らなかったドル君が、さすらいのトレジャーハンターでちゅう。これからおいらが先輩トレジャーハンターとしてありがたいアドバイスをしてやるでちゅう。ハンターの鉄則、まんま。うん。鉄則を一つ残らず聞くはいいでちゅう。はい。早速話しかけてきたでちゅうね。うん。いい心がけでちゅう。俺らのアドバイスを授けるでちゅう。心して聞くでちゅう。はい。フェニックスの輪は事前に使え。うん。フェニオは戦いで HP がゼロになっても復活できるという超便利なアイテムでちゅう。ほう。うん。便利さの裏には巨大な落とし穴が。持ってるだけじゃ効果がない。あらかじめ使っておかないと、まあその場で生き返ることができないという、まあそんな落とし穴があると。危ないと思ったらもったいぶらずに早めに使う。それが大事でちゅう。それが一番大事。諸悪の根源。根源、ドル君か？喋った。ね、ついにドル君喋りました。2でも一応なんていうか、ね、カッコつきで喋ってはいましたけど。魚釣り用のルアートバケツが置いてある。うん、後々使えそう。牧場にもまあ他にいろんな動物ですね。牛とか住んでるんですけど。うん、モリーさん。うん、お花が大好き。黄色くてふわふわね。可愛いでしょう。ミモザアカシアの花みたい。うん、花のことをいろいろ教えてあげる。ありがとうございます。うん、花について聞きたい。時忘れの町に住んでるフローラっていう人がお花屋さんやってるから会ってみるといい。うん。フローラさんはあのさっきね、なんていうか怪しい団体の中にいたおばあさんですね。あの人がお花屋さん。
錆びてボロボロになった蒸気機関車がある。線路の残骸がある。どこに繋がっていたんだろうか。展示されてる。下に何かある。手紙が落ちていた。謎の手紙4。牛田桃も兄貴、兄貴、生き返れ生き返れ。マナリーさん、なかなかおしゃれな名前が。魚好き。牛なのに魚好き。魚を見るのが好き。あんまり私の神経は魚にしないでよね。あ、すいません。魚について語り合いたかったら、これからどんどん、話しかけてくれと。魚くんさんが。手紙を一応、読んでみましょうか。ジークさん、ビレを守るナイト。まあ、さっきの時忘れの街ですね。美しい言葉を集めているモーグリン、これを伝えよう。ナイツ・オブ・ラウンド。13回攻撃できそう。大いなる力へ結晶化するらしいです。まあ気になる言葉とかいろいろありますけど、それはまたまた後で。犬。ウェン、孤独な一匹狼さ。犬に見えるんですけど。細かいツッコミはよしてくれ。何かの縁だ。よろしくな。オス。まあいろんなキャラクターに話しかけるのは、おいおいやっていくとして、今、白魔を追いかけないといけないですね。もう一回ちょっと、時忘れの街まで行かなきゃいけない。ね。朝と夜で流れる曲は変わるんですけど、夜だとね、ボヒメ流れるんですよ。FF6 の曲ですね。この曲ほんと好きだったんで、ここでまた流れたの、嬉しかったな。街中の火が消えちまった。大変だね。ある。一応パトロールをするワンコ。よろしくね。お、薬屋さん。薬屋なんだけど、こんなに暗くちゃ商売にならねえよ。明かりをつけようと思ってもどういうわけか火が使えねえんだ。参ったぜ。停電かな。白間がいた。チョコボ、聞いた？町の火が全部消えちゃったんだって。なんだか変なの。広場の方から話し声がするわね。ちょっと様子を見てみましょう。今日お集まりいただいたのは、ここ数日町中のすべての火が使えなくなっている件についてです。ご覧の通り、街灯も灯らず、料理もすべて生で食べなければなりません。皆さんもお困りのことと思います。店であったかいコーヒーが出せないんです。なんとかしてください、ゲイル市長。私もう1週間もお風呂に入ってないよ。一体どうなっちまってるんだい。原因は全く不明です。しかし昨夜、夢のお告げがありました。今宵天から救世主が使わされると。救世主だって？そんな都合のいい話。なんだか明るくなったわね。何かしら。見て、あれ、何？危ない。皆さん、避難してください。来るぞ。逃げろ！
急いで、何かが落ちてきたみたいよ。卵？でもどうして卵が空から。何？卵にひびが。おお、人なの？あ、赤ちゃん？たばかりなのにもう喋っているのですか。それに、なぜ私の名前を。あなたにすっかり懐いているようですね。ああ、思い出しました。この子の名前はラファエロです。え、ゲイル市長。思い出す。ああ、私はなんて愚かなことをしてしまったのでしょう。忘れていたことを思い出すなんて。え、でもちょっと待って、この子、ラファエロだっけ。ラファエロは今生まれたばかりなのよ。なんでその名前を思い出すの。確かにおかしな話ですね。でも違うんです。あれは確か、あ、そうそう、だんだん思い出してきました。この美しい男の子は。私はここで何をしているのでしたっけ。あれは、私の名前は何でしたっけ。どうしちゃったの。見て、この子、ラファエロ、どうなってるの。ラファエロ、ラファエロ。うん、空から卵が落ちてきて、中から人間の男の子が出てきたと思ったら、うん、闇に吸い込まれていった。何を言ってるのかわからねえと思うが、何が起きてるんですかね、本当に。うん、卵の殻の中に何か残ってるみたい。どれどれ。追憶のブローチを手に入れた。うん、記憶の渦に入ることもできる不思議なアイテム。 B ボタンを押しっぱなしにすることで記憶の渦に入ることができます。うん、ダンジョンの入り口を開くのに必要な大事なものですかね。火のことなんて忘れようぜと。まあ、町の人は火が使えなくってね、困ってるようですけど、どうなってしまうのか。うん、卵が降ってきたのは一郎なのか。一郎だったら、うん、町全体が滅んでエンディングになってたんじゃないかな。うん、市長さんも自分の名前をすっかり忘れてるようですけども、とりあえず記憶の渦とやらに入ってみよう。入っちゃった。まあ、こんな感じでこのゲームではですね、いろんな人の記憶のダンジョンを
進んでいくっていうことになるわけですね。まあとりあえず中に入ってたラファエロを探さないといけない。ようやくまたダンジョンに来ることができた。師匠の記憶、まあ奥へ行きましょうか。奥に行けばラファエロがいるようですけども。忘れてしまったことは必要のないこと。階段がもうすぐそこにあるけど、もうちょっとなんか歩き回っていいもの拾えないか見てみようか。黒塗りのコウモリが、とりあえず経験値も上げていかないといけませんからね。記憶の渦に入るときにはスタミナを消費します。レコードキーパーか何かかな。レコードキーパー、まあ記憶といえばレコードキーパー、チョコボシリーズはレコードキーパーやってくれませんけどね。そのうちやってくんねえかな。とりあえず歩き回って使えそうなもの拾ったりレベル上げたりしたいですね。ジョブポイントっていうのはまあレベルとはまた別に溜まっていって、まあ今のジョブがすっぴんですね、なんですけど、まあレベル上げていけば、まあ、今チョコボキックだけ使えるのがもうちょっとあの使える技が増えていきますかね。忘却こそが心の癒し、失うことから始まるものもあるのです。いろいろ失ってばっかりな気もしますけどね。シドさんまでね、町に来た途端に記憶をなくしちゃってるし、いろいろとやばそうな町ではありますけども、全体的に黒い敵ばっかりですよね。よいしょ。おい。このゲームはあのレベル上がって状態であのダンジョン出てもね、レベル下がったりはしないので、なるべくまあレベルを上げながら進めていきたいですね。まあ結構レベル上げ時間かかりそうってなったら、配信の裏でね、こっそりレベル上げ作業とかやってるかもしれませんけど。体力とかに余裕があるうちは、ちょっとザコは倒しておきたいね。ジョブポイント集めもやっておきたいし。私たちの選択は決して誤ってはおりません。さあ皆さん、私の後に続いてください。昔町全体で何かあったっぽいですけどね。カエルが2匹。とりあえず2対1はちょっとまだ危ないですからね。範囲攻撃とかがまだできないから、基本差しで勝負しないとやられてしまいかね。爪が落ちる。そろそろもう錆びた爪は卒業したいんですよね。皮の爪、錆びた爪よりはもうちょっとマシか。まだまだね、弱い爪ですけど。よいしょ。結構外すね。よいしょ。ポーションとかも、なるべくあの、温存しときたいね。こっち側の通路は左に繋がってるだけか。いや。先行こう。ボス。でかいカメ。カメはもうこういうチョコボキックを連打してれば倒せるかな。よいしょ。おお、痛い。痛いけど、鈍足仕様の敵ですかね。一発殴って逃げれば OK なタイプ。
意外と早く落ちたな。 FF8 の曲が流れてますね。本当あのいろんなシリーズのアレンジ BGM 流れてますからね。今流れてるのは3の曲かな。まあ聞き覚えのある曲いっぱいね流れると思いますんで楽しみですよね。ラファエロしがみついている。生まれたてだというのに結構握力とか強いんですかね。記憶が戻ったっぽい。ゲイルの記憶、まあ、市長さんの記憶を取り戻したっていう感じで、まあダンジョンが終わりましたかね。滅亡の日、この町を襲った恐るべき最悪、犠牲になった9人の勇者の魂を無駄にしてはいけません。我々は生き残るのです。この町を、そしてこの世界を守り抜くのです。最後に一つだけ希望は残されています。私を信じてください。そしてついてきてください。信じる心だけが未来を切り開くのです。私の名はゲイル、この時忘れの町の市長です。私は今何を見たのでしょうか。遠い日の記憶。ただ一つだけはっきりと思い出したことがあります。私の名前はゲイル、この町の市長です。いや忘れることは美徳のはずなのですが、忘れすぎてしまうのはちょっとばかり問題があるようですね。チョコボ、この子がいればひょっとしてシドさんの記憶を取り戻すことができるかも。ゲイル市長、私ラファエルを連れて帰るわ。それじゃあ。ああちょっとシロマ、シロマ。チョコボ、私先に行ってるわね。いきなり話が重くなってきましたよね。昔なんかこの町でもすごく大変なことがあって犠牲者も多数出ていたようなんですけど、みんなそれを忘れて平和に暮らしてるようですけどね。まあどういったことがあるのかっていうのはこれから先語られていくかとね思いますけども、大丈夫？空から卵を降ってきて、その卵から赤ん坊が生まれた。超展開すぎる。夢でも見てるんじゃないか。大丈夫。夢じゃない。これが現実。用があって外に出たはずなんだけど、すっかり忘れてる。本当に大丈夫か、この街は。忘れてしまったことは必要ないこと。忘れてばっかりですけどね。こっちもまだ、いけませんね。筋肉質のおっさんが鉱山区、暗い中鉱山区を歩くのは危険だぜ。明るくなるまで、まあ、日を改めて見に行きましょうかね。銀行の鍵を預かっていたのを忘れておりました。大丈夫かこの市長は。本当に職務を忘れてどうするよ。お、赤瀬さんどうも、こんばんは。白間が赤子をさらったというか、ほったらかしにするわけにはいかないからね。
まあとりあえずうちに連れてって面倒見てあげるんじゃないかな。うん、清楚系の美少女がいるレイヤーさん、うん、お客様、はい、チョコボでもお客様扱いするウェイトレスの鏡、ダードラーの店、うん、あ、コーヒーが出せないって困ってた人のカフェですかね、レストラン、うん、メイヤーって言います、看板娘、お近づきになって私すごく嬉しいです。俺も嬉しいよ。基本このゲームの女の子可愛いですからね。神父、街中のランプは消えたまんま、道具屋さんでサンダーの本をいっぱい売れば電灯が一個ずつついていくんじゃないかな、初代みたいにね。とりあえず牧場に帰ろう。シドさんの記憶もね、ラファエロの力を使えば戻せるかもしれない。誰かがいる。困った時にやってくる。口笛とともにやってくる。謎のマスクのその奥で優しく光るつぶらな目。誰が呼んだか、誰が呼んだか。ダンジョンヒーロー X、 ここに剣山クパ。さあ、次世代の新しいニューヒーローの登場だクポ。ヒーローの日は秘密の日。その正体は常に神秘のベールに包まれてるクポ。そしてヒーローのロア、みんなのお悩みを解決するクポ。お前チョコボクポね。不思議なダンジョン初体験で戸惑ってるクポね。それならこのモグがいいものをあげるクポ。今はまだ使い道がわからないかもしれないクポが、後で必ず役に立つ超貴重なレアアイテムクポ。なんでそんなに親切にするのかって、そりゃあ後でもっといいものをぶんどって。おっと、危うく出現しそうになったクポ。とにかくこの王を忘れちゃダメクポよ。それじゃ、いざさらば。ケロロ軍曹が、ケロロ軍曹が現れた。変質者かな。うん、覆面をかぶった怪しいモーグリが、ね、カードケースを押し付けて消えていきましたけど、何だったんだあれは。ダンジョンヒーロー X、 謎のマスクに隠された、その姿を知る者は誰もいないって本人は言い張ってるんだけど、あいつどう見てもモーグリだよな。うん、時忘れの町の鉱山区に住んでるから問い詰めてみるといいぜ。うん、すごいネタバレを食らってしまった。手紙が届いてる。うん、モーグリから手紙が届いている。ロマンチックレター X。 モグじゃなかった。私の名前はロマンチックヒーロー X。 うん、ロマン輝く X テイル星から来た謎のニューヒーロークポ。この私から君にロマンチックフレーズを授けるクポ。つまり止まらないロマン。私を見つけたら伝えるがいいクポ。ちなみにサイロには近づくなクポ。だそうです。とりあえずじゃあサイロ行ってみようか。ロマンチックヒーロー X もダンジョンヒーロー X も中の人同じですよね。怪しい穴が開いている。穴は一つしかないから調べましょうね。あなたの心の中でロマンは輝いていますか。はあ、夢のない時代、乾ききった心、笑わなくなってしまった子供たち、そんな今こそロマンチックが必要クポ。そう、私の名前はロマンチックヒーロー X。 ロマン輝く
エクステイル星からやってきた美しくも可憐な謎のニューヒーロー、クポ。謎と言えるのか。さあチョコボ、ロマンチックフレーズを叫ぶ、クポ。時代は今ロマンを求めている、クポ。あ、はい、ロマンチックフレーズを叫びますか。とりあえず手紙に書いてあった、止まらないロマン、ロマンチックが止まらない、ロマンチックあげるよ、ドラゴンボール。止まらないロマン、全部ひらがな。とりあえず叫んでみよう、止まらないロマン。おう、その言葉なんてロマンチックでトレビアンな響き。はあ、最高、クッポ。自分で手紙で教えてくれた言葉だと思うんだけどね。ちょっとそこで待ってろ、クッポ。はい、このロマンホールの奥に素晴らしいものが隠してある、クッポ。ロマンホール意味深な。チョコボ、このロマンチックなプレゼント受け取るがいい、クッポ。なになに、バハムートのインパルス、レアリティが星1個。それだけ。私のロマンは誰にも止められない、クッポ。またいつでも来るがいい、クッポ。ロマンチックフレーズを叫びますか。まあ、こんな感じでいろんなところで教えてもらえるロマンチックフレーズっていうのを叫ぶと、さっきダンジョンヒーローからもらったカードケースに入れられるカードですねっていうのを、もらえるという、それだけのイベントですね。カードの使い道はまた後々出てきますけども、やるかな、時間が余った時とか尺余りで他にやることないっていう時に遊んだりするかもしれない。とりあえず手紙に書いてあったナイツオブラウンドですかね、ロマンを求めるモーグリになんちゃらかんちゃらってあったので、お、胸に響いたらしい。その言葉なんてロマンチックで、テンプレ。ちょっとそこで待ってろ、クポ。はい、このロマンホールの奥に、はいはいはい、ロマンホール意味深な。さあチョコボ、このロマンチックなプレゼント受け取るがいい、クポ。ナイツオブラウンドからの突撃ラッパー、レアリティ1個、がっかりだよ。さぞかし強いものがもらえるかと思ったら、誰にも止められない、クポ。おう、頑張れよチョコボ。お前が今ゲットしているロマンチックフレーズは2個、クポ。ですよね、初級ロマンチストに認定してやる、クポ。はい、ではさらばだ、初級ロマンチストくん。なんだか喜んでいいのかわからない称号を賜ったぞ。こんな感じで、いろんなタイミングでロマンチックフレーズとやらをね教えてもらえるので、暇な時はちょっと叫びに行きましょうかね。今の時間が11時半か、あと30分ぐらいは尺があるので、もうちょっとだけ話を進めましょうかね。ただいまドル君。なかなかいい心がけで中。心して聞くで中。フェニックスの、もう聞いたよ、その話は。やられる前に使おうねという。そんな話でしたね。事情は大体わかったよ。でも正直、まだ信じられないね。私の名前？ステラ。赤ん坊の笑顔には弱いね。ステラおばさん、この子の不思議な力を使ってシドさんの記憶元に戻らないかしら。そうだね、やってみる価値はありそうだ。おやおや、こっちの話してることわかるのかね。そうかもしれないわね。ラファエロ、お腹空いてないかい？ビスケット焼いたんだけど食べないかい？
無理よ、まだ歯が生えてないんだし。え、今の音は？シドさんだよ、どうしたんだろうね。頭が痛い。くそ、思い出せ、思い出せ。シドさん、無理しちゃダメ。ちょっと、ラファエロ？とりあえずまた記憶の中に入ればシドさんの記憶戻るかもしれない。今来た。どうもこんばんは。配信環境はそう、おとといぐらい戻ったんだったかな。おとといか先おとといか、まあの2周年の記念配信ぐらいからはどうにかね、まあ再開できるようになりました。でまあ今日からチョコボですね、第38弾やっております。クッキーじゃないのか。ステラおばさんといえば、うん、ビスケットじゃなくてクッキーの印象が強いですけどね。たまに天神で詰め放題をしている。うん、市長さんの時と同じブローチを使ったら、うん、シドさんの記憶を覗けるかもしれない。うん、辛そう。うん、なんとかしちゃっておくれ。とりあえず入る前にセーブだけしておこうかな。うん、こまめなセーブは大事。うん、入りましょう。時間的にもまだ余裕はある。やれます。大丈夫大丈夫。2つ目のダンジョンですかね。一番最初を除けばまだ2つ目、序盤中の序盤ですけども、どんどん進めていきたいですね。ラファエロも助けないといけない。奥まで行きましょう。 FF9 ですね、この曲は。ハンターチャンス。ファッ、トン、うん、また来たよ。ダンジョンヒーロー X、 ここに剣山、うん、ケロロ軍曹ですよね。チョコボ、モグがこれからお前にワンポイントアドバイスをしてやる。クポ、うん、お待ちします。呪われたアイテムを装備すると外れなくなってしまう。クポ、そんな時はデスペルの本を読むか、教会に行って呪いを解いてもらうしかないクポ。おなじみの呪い要素もありますね。モグのワンポイントアドバイス、参考になったクポ。それではいざさらば。ありがとうね。まあ、装備品呪われてることもあるからどうにかしろと、そういう話なんですね。蔵が落ちてる。川の蔵プラス3 付け替えよう。防御は大事。とりあえずなんか拾えるものは拾いながら歩いていきたいね。レベルも上げないといけないし。よいしょ。まだレベル2だから殴り合いするにはちょっと心もとないですもんね。敵の数があんまりいないというのが寂しいですけども。よいしょ。よし、レベル3、やっとレベル3。合いますね。モグがこれからお前に敵と隣接した状態で B ボタンをちょっと押すと
っと便利。モグのワンポイントアドバイス参考になったクポ。操作ミスで明後日の方向を蹴ることもたまにあるからね。こういうのはちんとなんていうか地味にありがたい。どこに行こうとしている。俺は何を求めている。思い出そうと頑張ってるようですけど。亀亀一発殴って下がるを繰り返せば無傷で倒せるやつですかね。よし、ポーション落とした。今んとこまだポーション使わないといけないほど追い込まれてもないけどね。宝石の首は、高く売れそう。よいしょ。おい、ジョブレベルはまだなかなか上がんないかな。あと135を上げないとすっぴんのレベルが上がらない。すっぴんも一応レベル上げていけば、便利なの覚えますけど。その声どこかで聞いたこと。砂漠の塔はまあ冒頭で探索してたあの場所ですね。階段見つけたけどもうちょっとなんか探索したい。よいしょ、カメがいる。いいよ、ほいよ、よ。物理防御めんどくさいことするね。はい、はい、めんどくさいからもうダメージ覚悟で殴り合った方がいいかな。ダメージ受けても適当に歩き回ってたら回復しますからね。あの満腹度は下がってっけど。よいしょ、レベルもうちょい上げたいな。脳裏をよぎるまずい魚の記憶、前世の記憶かな。まずい魚を食わされて死んだ前世の記憶が、そんなの思い出さなくていいから。他になんか拾えるのはポーションらしきものがあるぐらいかな。よいしょ、おい、結構体力が削られてきたかな。エーテル、エーテルは SP 回復ですかね。お手元に3個もあるのか。チョコボキックどんどん使ってもいいかもしんないね。あいよ、硬くなった。亀とか硬いからね。背面倒したい。遠い昔、子守唄代わりに何度も何度も聞かされた言葉。錆びたクラプラスさん、革のクラプラスさんがあるからな。錆びてるのはいいや。野菜が欲しい。とりあえずマップ埋めながら敵とか宝を探したいね。おう、よいしょ、ほい。レベルも一応なんだろう、レベル上げ作業的なこともできるっちゃできるけど、今の段階では何だろう、一回クリアしたダンジョンにもう一回入るとかそういうのができないですからね。上げられる時にできれば上げておきたい。よいしょ、おい、ちょっと体力が危なくなってきてるから安全に倒していきたいね。よいしょ、寝かされた。うん、よし、レベル4、順調に強くなってきている。階段がここが、テレポの羽脱出用ですね。テレポは別にまだしないといけないほど
危なくもないしな。なんかいいのないかな。マンドラまあ経験値をもらっとこう。ジョブポイントも稼げるときに稼ぎたいもんな。上の部屋は何もない。一応これだけ踏んどこうかな。そろそろ採用部までたどり着きそうだけどね。ここは何もないか。じゃあもう次降りようかな。よいしょ。お、敵が湧いてた。よいしょ。もうちょい強い爪とかも落ちてないかな。まあ序盤だから本当よくって皮の爪とか木の爪程度でしょうけど、強いの欲しいな。俺を突き動かして、俺が探し求めている。だんだん複雑になってきてる気がするけど、階段はとりあえず見つけた。なんかお土産になりそうなものを拾って帰りたい。金策もしないといけないからね。二重ギル X。 よいしょ。経験値を稼いでおきたい。マントラ。ジョブレベルがあとどんぐらいで上がるかな。58。もうちょい倒し続けてれば次の技覚えてくれるかな。よいしょ。ほい。右のやつが起きる前に仕留めたい。よし、いいタイミング。結構クリティカル出やすいな。見て回れるところは歩いた感じかな。蒸気の罠とか地味に痛いな。おい、こっちは爪がある。強い爪だといいけど。寝かされた。おい、錆びた爪錆びたのいらない。よいしょ。はい、まだ来る。よいしょ。これでだいたい回れたかな。まだいる。ほい。よいしょ。ちょっと階段降りる前に足踏み回復だけしとこうね。60ぐらいあれば大丈夫かな。3度目。ダンジョンヒーロー X。 はいはい、軍曹軍曹。モグがこれからお前にダンジョンでのバトルは間合いが大事くて、でも敵のサイズが大きいと攻撃が当たるかどうかちょっと確認が難しかったりしないクポ。わかる気がする。そんな時役立つのが Y ボタンクポ。これを押せば敵の足元のマスが明るく光って見えるクポ。モグのワンポイントアドバイス参考になったクポ。それではいざさらば。敵のサイズによっては、当たり判定分かりづらい時もありますけど、まあ、それも確認できるよっていう話でしたね。それは大いなる大いなる力でっかいでかいマンドラゴラがいる。あと1マス離れてるっていうのが分かりますね。とりあえず隣接したらチョコボキックで削ってしまおう。
まだ耐える、うん、よいしょ。ちょっと危ないか。ポーションを飲む。痛い、うん、ポーション飲んでなかったら死んでましたね。レベルアップ、うん、余分になんか装備品が余ってるね、まあ、後でまとめて売ればいいか。今度は結構長めでしたかね、うん、ラファエロがいた。ずっとなんかしがみついていたんですかね。まあこれでチドさんの記憶も戻ったかな。水の都ビレ、50年前にこの世界から忽然と姿を消した美しき町。俺のじいさんはこの町を最後に消息を絶ったと言われている。完成目前だった飛空艇の謎とともに。親父、それがこの町だったのか。だとしたら確かめたい。じいさんの夢を、親父の夢を。俺はそいつを追いかけるためにトレジャーハンターになったんだ。そう、俺の名はシド、トレジャーハンターのシドだ。やれやれ、参ったよ。思い出せないってことがこんなにも辛いなんてな。チョコボ、ありがとうな。眠っている間、お前の声を何度も聞いたよ。本当に頼りになる相棒だ。それで、お前と一緒に俺の記憶を取り戻してくれた不思議な赤ん坊ってのはどこにいるんだ。ぐっすり眠ってるわ。かわいい寝顔。さあ、もう遅いよ。みんなも疲れただろ。ゆっくり休むといいよ。そうだな。おやすみなさい。ああ、おやすみ。鳴り響け、時忘れの鐘。チョコボ、大変よ、ラファエロがいないの。うん、大変なことになっちゃったわ。とにかく、すぐに探さないと。ラファエロ、ラファエロ、一体どこに行っちまったんだい。
の子、まだハイハイもできないはずなのに。うん、いきなりラファエロがいなくなってしまった。探しに行かないといけない。トレジャーハンターってことはシドさん盗むのか、盗むんですか。うん、誘拐されちまったんじゃないか。トレジャーハンターとか盗むとか。盗まないトレジャーハンターだと思うけどね。中の人的にはどっちかっていうとシドさんはエドガーかな、ロックじゃなくってね。うん、かわいい。本当あのこのチョコボの仕草が一つ一つかわいいよね。まあ、とりあえずラファエロを探しに行かないといけないけど、残りの時間がちょっと微妙かな。また手紙が。うん、師匠から手紙が届いてる。はい、手紙。うん、あなたにお願いがあります。私が記憶を回復して喜んでいるということだけはどうかご内密にお願いします。うん、なるほど。まあ師匠としての立場上いろいろめんどくさいことになっちゃうよと。もう一通、シドから直接渡せよって言いたくなる。うん、照れてるのかな。今更お前に手紙を書くのもなんか照れくさいいんだけど、やっぱりここで感謝の気持ちを伝えようと思うんだ。うん、思い出。記憶をなくすって最悪の気分なんだぜ。うん、頭脳派なんだね。まあああいうなんて言うんでしょう、手紙に隠れている文字をね、またあのここのロマンチックモーグリに教えてあげればいい。うん、ケロロ軍曹をちょっと呼びましょうか。うん、カードもらってもまだ使い道ないけどね。あ、はい。とりあえず市長からの手紙に書いてたというか隠されていたありがとうというフレーズを。うん、おう、その言葉。毎回同じ反応ですね。はい、このロマンホールの奥に。はいはい、ロマンホールね。さあチョコボ、このロマンチックなプレゼント。自爆。ロマンチックは自爆か。自爆はロマン。私のロマンは誰にも止められないクボ。ついでにもう一つシドさんの手紙に書いてあったやつですかね。これもちょっと忘れないうちに叫んでおこうか。思い出。おう、その言葉。ちょっとそこで待ってろクボ、このロマンホールの奥に。こいついつも感動してるな。さあチョコボ、このロマンチックなプレゼント。三段切り。レアリティが王冠マーク。星1個よりはレアリティ高いのかな。ナイツオブラウンドを上回っている。まあありがたくもらっておこう。私のロマンは誰にも止められないクボ。チョコボ、お前が今4個クポ。4個。初級ロマンチストに認定してやるクポ。うん、まだ初級のまんまなんですね。全部でいくつぐらいあるんだったっけ。まあ結構な数あるみたいなんで、ね、ランクアップを目指して頑張りましょうかね。どうせならこういうのもね、集めておきたいし、まあ尺が余った時用に備えておくのもいいんじゃないかな。ワンコはラファエロ知らない？ラファエロ知らねえな。猫のココがココ、うん、朝から騒いでた。空飛ぶ赤ん坊を見たってな言ってるさ。けえなわけねえだろうが。もし本当だったら俺これからずっとゴミに弟子をつけてやるよ。うん、熱いレコードキーパーのステマが。弟子くん
君が猫のココちゃんかな。ココ。うん。緑の髪の赤ちゃんが光に包まれてふわふわ飛んでいくの。うん。間違いなくラファエロですね。追っかけましょうか。時間的にでもそろそろ終わらないといけない頃ですかね。ちょっと持ち物の整理とかだけやって、それで今日は終わろうかな。町の買い物とかはまだあんまりできませんしね。ちょっと預かり所に、あと占いもあるか。うん、ゴブリン、うん、モンスター、ことわざマニア、ことわざ占いやってっかい。はい、せっかくだから占うぞ。ことわざ占い始めましょう。きえー、おお、叫んでいらっしゃる中吉。引いてみたけりゃ足してみな。うん、今いる場所を確認したけりゃ全体マップを見ろ。多数、うん、つまりプラスボタンを押せば一発で開く。うんうん、ほなんで出そう。説明書を適当にめくってるような。まあ覚えていれば役に立つかもしれない。預かり所でまあちょっと持ち物を整理して、うん、承認ヒーロー X。 声がついてないけど間違いなく同一モーグリじゃないかな。買い物よりはとりあえずいらない装備品をまとめて売りさばいておこうかな。プラスがついてるやつだけちょっと後々のために残しておこう。うん、いつでも来てくぽ。はい、こんにちは。デブチョコボが2匹。うん、デブチョコボのブラル。はい、持ってる道具を預かってやる。うん、とりあえず32個まで預かってもらえるらしいので、まあ、ちょっとまだ使わない装備品とかを渡しとこう。黒い人はノワール、黒いからノワル。わてはデブチョコボのノワル。関西弁。世の中善意です。うん、人の心は変わっても善意だけは裏切らない。何が正しくて何が間違ってるのか、曖昧なこの時代。銭持ってるやつだけが唯一の勝ち組です。うん。わてが預かります。こてっこての関西弁を話していらっしゃる。まあいいや。さいなら。ついでにちょっと買い物をしておこうかな。ちょっと今のうちに買っておきたいのが一つありまして。こっちかな。ガチムチのおっさんの店で。いらっしゃい。ハリーの店へようこそ。はい。買い物がしたいのかい？だったら自由に見てくれ。これ買えるのが布のカバンですね。木の爪も買えるからこれちょっと一緒に買おうかな。よっしゃ、カバン買ったら、うん、持ち物持てる数もちょっと増えますかね。記憶が当てにならない街で預かり所が成り立つのかな。まあちゃんとなんだろう、帳簿みたいなのをつけてくれてるんじゃない。商売としてやってるみたいだし、うん、多分その辺はしっかりしてくれてると思う。ドル君ここにいたんですね。ハンターの鉄則その2、退却こそ勇気である。うん、アイテムを蹴散るあまり命を落とす。これが初心者トレジャーハンターの一番やりがちなミスなんでちゅう。でも戦いで倒されてしまったらギルも全額失い、装備中以外のアイテムも全て失いと得することなんて何一つないでちゅう。だからありとあらゆる手段を使って生き残る、これが鉄則でちゅう。うん、当たり前だよな。まあとりあえず荷物の整理も終わって、あとはまあラファエロを探すっていうところまでね、話は進んだんですけど、続きはまた次回やっていきましょう。とりあえずまあ初回の配信はこの辺でおしまいとねさせていただきます。どうもここまでご視聴とねコメントたくさんありがとうございました。次回ですね、この続きの配信はまた明日やろうと思います。8月9日、あ、明日じゃないわ、明後日か、
8月10日金曜日の夜10時半からですね。明日8月9日木曜は夜10時半から、本当はあの昨日やる予定だったレコードキーパーの配信ですねっていうのをやりますので、ちょっとチョコボは明日お休みですけれども、まあ続き次回は明後日ですね、金曜の夜10時半からやっていきますので、まあ、次回もよろしくお願いいたします。で本当にね、今回もありがとうございました。まあこれからしばらくねチョコボ続けていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。で本当にね、お付き合いいただきありがとうございました。お疲れ様でした。